猫耳に。教説は全ての呼びかけに応えてくれる。あなたの欲求を満たしてあげるわ、調査官。いい雰囲気を。掃除ミッション準備。クリアランスモードオン。チャージ。ただの旧式形態だと思うなよ。ネタならいくらでも持ってるぜ。お前も聞きてえだろ。掃除ミッション準備。俺を恐れろ。正しさを肝に銘じてください。俺を恐れろ。はじめまして、調査官。あまり調子に乗るなよ。スケボーはバカだ。ただの旧式形態だと思うなよ。ただの旧式形態だと思うなよ。ネタならいくらでも持ってるぜ。お前も聞きてえだろう。掃除ミッション準備。この電波ブースター気にこの電波ブースター気に武装情報が更新された。スケボーの改造うまくいったな。力が湧いてくる。電圧強度は変動的な上昇を示している。分かっただろ、俺は強いぜ。分かっただろ、俺は強いぜ。雰囲気を保つのも調査官。この雪の結晶をお礼に受け取りなさい。この雪の結晶をお礼に受け取りなさい。この雪の結晶をお礼に受け取りなさい。アップグレードが完了しました。さらにパワーアップしました。アイコは準備万端よ。早くあのウサギ野郎を懲らしめてやろう。パパとママは化け物になっちゃったの？ああ、忘れるところだった。子供が一人いたね。この子はどうする？外に残す？やだ。エリーは家に帰る。パパとママに会いたい。お願い、パパとママを傷つけないで。彼らはすでに貝になった。もうあなたの両親じゃない。わかるか？エリーのパパとママはもういないの？もうアスラったら子供を驚かさないでよ。調査官、どうすればいい？大丈夫、アイコに任せて。エリーちゃんだったよね。お兄ちゃんたちは今、あなたの両親を傷つけた悪いやつを捕まえに行くんだ。おとなしくついてきてくれるか？うん。エリーはいい子にする。よくぞ来ました。見届けるといい、子供を捨てる人間の末路を。死にたい。殺してくれ、私を殺して。俺のせいだ、全部俺のせいだ。死んでわびるしかない。パパ、そこに行っちゃダメ。掃除モードオン。ローラースケートの準備ができました。いつでも出撃できます。何を待ってんだ？世界の終わりか？いけ！何を待ってんだ？これは役に立ちそう。ターゲット弱点ロックオン。行きます。調査官お兄ちゃん集中してない。俺をなめんな。ゲームスタート。くらえ。確かに予想以上に手強い相手だ。次は必ずエリーを連れて行きます。また逃げるつもり？このトラッキングキャットがあればどこに逃げようとも無駄よ。あれ、ちょっとなんで矢印が消えた？さっきはあったのに。先ほどの矢印と同じく突然消えたのですね。もうエモーション検出器は街のあちこちに設置されてるでしょ。エモーション粒子を放出するだけで検測されるのにどうやって姿を消したのよ。はあ、じゃあどう探せばいいのよ。深海市は超メガシティだよ。機械に頼らないで探すのは無理よ、無理。それより目下の問題を解決しましょう。エリーの両親にはまだ意識が残っています。確かにおかしいよね。本来なら消えるはずなのに、しかもフルールにもなっていない。フルール？開花者が死後エモーションエネルギーに分解される。その中の強い貝のエネルギーは花の形に具現化する。そのエネルギーの塊をエモーションフルールと呼ぶ。理論上、貝が十分に強い場合、死後に残るエネルギーは花の海にさえ変わるだろう。愛子、エリーの年齢を考えて、彼女の前でこういう話題をするのは控えてください。あ、ごめん。思わず答えてしまった。心配しないで。これはエリーちゃんのパパとママがまだ貝になっていない証拠だ。貝が死んだら、花の海になるの？それはきっと綺麗だよね。エリーは怖くないよ。調査官、エリーの状態がおかしいです。パトス食品を使用して治療を行いますか？こちらは睡眠補助作用のあるパトススナックです。素早く精神を安定させる効果があります。成分は安全なので、子供にも安心して使用できます。うん。エリーがちゃんと寝たら、明日、パパとママに会える？やっと寝てくれた。れでエリーちゃんを怖がらせる心配はない。どこまで話したっけ？おかしいです。前の戦闘ではすでに開花したはずです。それに普通の貝よりずっと強かった。通常の人間ではありえないことです。はい、機器によるテスト記録結果はアスラの判断と一致しています。しかし現在の数値は初期の情緒病の範囲に戻っております。その数値だと開花者に認定できません。でも開花は逆転が不可能でしょ？開花者から人間に戻る前例なんて聞いたことないよ。そういうむずい問題は ERC に任せようよ。アイコたちはあの悪いやつらを捕まえることに専念すればいいの。あれ？真夜中に鐘の音が？もうこんな時間だよ。今宿の時計台は労働者たちと同じように真夜中でも仕事を辞めません。もう過ぎてる？時間が経つの早すぎるよ。初日からこんなに遅くまで残業するとは。リサイクル班はまだ来てないの？リサーチ班です。リサイクル班じゃありません。すでに到着しています。アイコ、言動を慎んでください。でもみんなはいつもリサイクル班って呼んでるもん。リサイクル班？おい、誰だか知らないがさっきの発言を取り消せ。林、声がでかい。礼儀がなってないぞ、調査官。失礼しました。リサーチ班2組の隊長修玄だ。こいつはうちの新入りでまだ何も分かってないやつだから見逃してくれないか。大丈夫だ。共にストームアイで働く仲間だし、お互いを支え合うべきだ。隊長、僕たちリサーチ班がいなければ調査チームがこんなにのんびりしていられないというのに、噂話をする余裕があるなら少しでも勉強したらどうですかね。おいおい林、どうしたんだ君は。調査チームはいつも最前線で戦ってるだろう。大半のリスクは彼らが分担しているんだ。物証とエモーション残留物の回収は俺らの仕事だ。リサイクル班と呼ばれても何の問題もないだろう。アイコはわざと言ったんじゃないの。みんながそう言ってるからつい。隊長、隣で物証を集めてきます。調査官、もしかしてアイコやらかした？ごめん、アイコはわざとじゃないの。本当だよ。あまり自分を責めるな。最近残業が多いからパトス料理を食べ損なってな。皆ストレスが溜まっているんだ。しかし最近市内のパトスレストランに何かあったらしい。何軒も閉店になったんだ。それに対して上が全く動いてくれなかった。このままじゃリサーチ班全員情緒病になるぞ。そうだ、パトスレストランを担当する特別調査チームはいつも危険な任務に駆り出されて死傷者が出るのもよくあることだ。調査官だって配属初日にこんなに危険な事件を調査しに来ただろう。俺には一目で分かった。調査官はとても有能な若者だ。気合十分なのはいいが、こき使われないように気をつけた方がいい。このストームアイはもう君の知っているストームアイじゃないんだ。楽勝だ。知らないことはない。チームのいい雰囲気を保つのも調査官の役割の一つです。でも調査官の仕事量を本部にアップロードしたので、新しい任務を受ける準備をしておいてください。は開花したのにすぐに普通の人間に戻ったのですか？でもこれはエモーション科学と矛盾しています。開花のプロセスは逆転不可能なはず。これは重大な発見です。後で委員長に伝えます。それから事件に巻き込まれた未成年者は市内に身寄りがなく、 ERC 所属の福祉機関の援助を必要としています。すみません。私は救急担当の者なので、それ以外の救援は別途申請書を提出してください。しかし児童養護施設は今人手不足なんです。万が一そのような幼い子の世話がうまくできなかったら。ちょっとそれはないでしょう。エリーちゃんは愛子たちが一生懸命助け出した大切な生存者だよ。子供に野宿させる気？とにかく現場の患者が待っているので先に失礼します。ママ。はい子、声がでかい。エリーちゃんを起こしてどうするんですか？じゃあどうすればいいっていうのよ。支部にはまだ空いてる部屋がある。エリーちゃんを泊まらせても問題ない。めんどくさい。アスラ、まためんどくさいとか言って結局さっきからずっとエリーちゃんを抱えてるじゃない。よーし、もうすぐ着くよ。レストランのドアが見えてきた。あれ？そこ！何者？付近を徘徊する開花者です。ドロップポイントに引きつけられたかもしれません。そう順調にいくものじゃないと思ってたよ。これで残業決定ね。愛子様が改良した最新の戦闘システムを味わえ！ life is never cooked. Clean, you battling the demons feel like this emotion's disease. The folks that we keep close, we hope that they need. As if this burning disease. Some days feels like cold in the peeps. I'd rather let it pop like aのせいでアイコはもうヘトヘトにゃん。シーロー、ドリンクとアイスはどこ？早く猫コーラを飲まないと死ぬ。アイスをたくさん入れたやつね。シロ、エリーちゃんは今夜どの部屋に泊まったらいいですか？ですか？エリーちゃん、起きたのね。ここはお兄ちゃんたちが経営するレストランで、これからエリーちゃんが住む場所だよ。エリーもここに？パパとママは？エリーちゃんのお父さんとお母さんは今具合が悪いから治療中だよ。パパとママは病院にいるのですか？ああ、ERC のことね。そうだよ。お父さんとお母さんが少し元気になったら一緒に見舞いに行こうね。わかった。エリーがいい子にしたらパパとママも元気になる。エリー、いい子にして待ちます。アイコよ。調査官、緊急事態発生。お願い、なんとか話題を変えて。アスラにとって親の話題は重すぎるの。アイコもわかんないよ。アスラがあんな顔になるとなんだか怖いもん。警告。皆さんのエモーション数値は非常に不安定です。速やかにパトス料理を補給することをお勧めします。特にアスラ、速やかに調整してください。わかった。気をつけます。はあ、ようやく喋った。正気が戻ったみたいだ。シロってすごいな。あの状態のアスラと対面しても全く動じないなんて。アイコ、アスラ呼んでるの？アイコは何も言ってないよ。手が空いてるなら料理の手伝いをしてください。アイコは料理ができないのに。わかったよ、今行く。これぞ科学の勝利。Life is never cozy and clean. You battle and the demons feel like this emotion. パラパラだし、卵の焦げた風味と混ざって、そしてこの鮮やかな魂のこもった小ネギ。